里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ今日はヤクルトスワローズ、はい、のね、ドラフトチェックをやっていきたいと思いますけども、はい、なんて言っても、抽選を2回外すっていう、はい、高橋さんいつも当たり一番最初だから、はい、最下位だから、うん、っと外して、はい、鈴木投手行ってロッテと競合して外して、はい、そして木澤投手、うん、慶応大学からねドラフト指名、怪我を乗り越えて最速155キロっていうところですけども、はい、ジンクスとしてヤクルトは抽選外すと、うん、その選手が対戦するっていうね、らしいですね。だって山田哲人選手、そうそう、山田選手も外れ外れだから、斉藤優ちゃん、塩見外れて、はい、多分山田哲人ですよね、うん、で多分村上選手もそうだと思うんですよ、はい、外して、 あそうでしたっけ、多分外れ1位か、そうそう、ヤクルトは清宮幸太郎行ったんですよ、あ、清宮行って外して村上行って、はい、っていうところもあるんでね、うん、外れたからってね、はい、逆にヤクルトは外れた方が大成するっていうところもあって、うん、木澤投手のね、はい、頑張りには期待したいなというところでありますけども、そうですね、ヤクルト、なんて言ってましたか、僕はヤクルトはですね、うん、まあ、1位で早川君行くだろうという予想、はい、当たりましたね、はい、そして4位までに3人投手は絶対取るだろうと、はい、そして内野も欲しいというふうなことでしたね、うん、はい、というところで1位が木澤直文投手、うん、慶応大学から、ね、入りましたけども、はい、千葉県船橋出身です、うん、はい、で2位投手、東北福祉大学から山野太志投手、はい、これはもうドラフト D の2番目に取ってるはずなんですよ、うん、ヤクルト、あのオリックスが1番目、はい、ウェーバーで言うとね、うん、で、あの投手、はい、3年時の公式戦70イニング連続無失点で最優秀投手に輝いたと、うん、インステップからキレのある球を投げ込むと、うん、で3位キャッチャー内山壮真選手、はい、星稜高校、うん、捕手もショートもこなせる野球選手の持ち味と、バットコントロールも優れ、難しいターンを芯に捉えて、うん、外野の間を抜いていくと、こう言ってたでしょ、キャッチャーのところ星稜の内山君、言ってましたね、ロッテ、はい、ロッテね、はい、取った方がいいっつって、うん、で4位内野手、本山飛勇選手、はい、東北福祉大学から、だから山野選手と同級生ですね、ですね、だから2人同じチームから、身体能力大型ショート、遠投 118m、ね、5位外野手、独協大学から並木秀隆外野手、で6位、日本航空石川からカテカル浩太選手、珍しい名字、投手、パワーと器用さを持ち合わせた長身は、はい、191cm、うん、でかっ、大きい、105kg で、育成が1位、下野慎之介投手、はい、経済高崎で、2位、内野手、赤羽義弘投手、うん、信濃独立リーグ、3位、捕手、松井翔、信濃独立リーグ、あ、同じところから、で丸山翔太選手、はい、西日本工業大学投手というところで、うん、ピッチャー3人、捕手1人、内野1人、外野1人と、はい、で高津監督は自己採点は100点ですと、大学生の投手2人と内外野、高校生の投手捕手と、すごくバランスの取れたいいドラフトだったんじゃないでしょうか、うん、というところで、はい、まあ、これはですね、もう抽選を外さなかったら、うん、はい、ひょっとしたら木澤2位あったかもそうですね、早川木澤っていう可能性もありましたね、鈴木木澤っていうのも、あ、確かに、はい、あったかもわかんないですよ、うん、だから正直上位3人投手指名の可能性もあったし、うん、まあ、そして山野投手がね取れなかった可能性はあるんですけども、はい、まあ、この抽選を外したことによって下の流れがね、うん、若干変わったかなっていうところはありますけども、はい、この捕手のね、うちはやっぱキャッチャーがですね、やっぱりなかなか今年も故障出たりしながら、はい、次世代に来る選手が少ないっていうところで、この内山選手を取ったのは非常に大きかったかなというところもありますし、まあ、ショートもできるっていうところで、村上選手のように、はい、キャッチャーだけどコンバットっていうところも考えられるんで、はい、この3位の内山選手っていうのは非常にヤクルトにとったらね、いいバランスの選手だったかなと思いますし、はい、まあ、1位2位投手っていうところで、まあ、大学生取ったところで考えるとね、やっぱり投手はなんとかしなきゃいけないんで、はい、ヤクルトはね、チーム防御率 4.68、12球団最低なんですよ、うん、しかもダントツね、その次に悪いのが 4.26 の広島なんて、うん、0.42 あるんですよ、そうですね、だいぶですね、はい、まあ、こっちの新聞にもやっぱ高津監督、投手を指名するというのが一つの我々の課題であったと、うん、でバランスの取れたいいドラフトになったって言ってるんで、まあ、まあ投手っていうところはそうですね、あったんでしょうね、でその中で、まあ、4位の、ウェーバー順は
一番最初の方だと思うん で、はい、でそこで本山選手ね、東北時代からの内野手、うん、大型ショートっていうところで、だって2年春には MVP でベストナイン首位打者打点王と、まあ、仙台六大学野球のタイトルを独占したって。そうなんですよ、うん、この内山選手もショートを守れる、はい、本山選手が大型内野手、うん、はい、ちょっと山田選手の動向が気になる。確かにそうですね。ちょっと本山選手入ったことによっては即戦力のその内野手来たぞっていうところで。そうなんですよ、はい、でしかも未来に向けても内山選手もキャッチャーもできるけどショートもできると、まあ、どっち起用するのかね、はい、分かんないですけども、うん、ちょっとね、ちょっと気になる。そうですね、ピッチャーが厚めにならなかった理由はそこか、そこもあるのかっていう。はい、そうです、投手課題って言ってたらもう一人二人取ってもって思いますもんね、まあ、4位投手行ってもよかったかなっていうね、はい、ところもあるんですけど、はい、そこで内野が嫌って言ってるんで、うん、ひょっとしたらね、はい、そこの動向が若干気になる、はい、どうなるか知らないよ、はい、知らないけど、はい、あれっていうね、ちょっと可能性やっぱ出てきた、出てきた、もうひょっとしたらあんのかなっていうのが気になる、この内山選手、本山選手の指名、はい、3、4位と、はい、っていうところはすごい気になりますね、はい、で5位で、直樹選手外野手っていうところで、まあ、外野手もね、まあ、青木も今年素晴らしい活躍、はい、あの年齢でね、うん、してますけども、まあ、やっぱりもう高年齢化になるんでやっぱ怪我の怖さもありますし、うん、まあ、坂口っていうところも、まあ、年齢高いっていうところもあるんで、はい、まあ、外野手はねやっぱこう未来に向けてはやっぱいるかなっていうね、うん、ところもあるんで、そういったところではこの並木選手を取って、で、まあ、6位でね、はい、立ててる選手、うん、珍しい名前、カテカルですね、カテカル選手、カテカル選手、いや聞いた、初めて聞いた、僕も初めて聞いた、すごい珍しい、そこで、ね、191センチとパワー系のピッチャーというところでね、うん、あのどこまで成長するかっていうところも、まあ、楽しみですけど、はい、だからなんか偏ってはないですね、去年はピッチャー4人、内野2人だったんで、はい、去年も内野を2人取ってるんですよね、高校生の長岡、竹岡っていうところでね、うん、2人を、それでもなお内野を取っていくっていうところに、まあ、でも完全即戦力を取ってきたっていう、じゃあざわつきません、はい。あれってなりますね、分かんないよ、はい、勝手に言ってるだけだからね、はい、いやもうすごいいい選手だから、まあね、山田選手いるけど、そうそうそう、だからもあるし、はい、この気になるなっていう ね、 そうですね、ところはありますけども、はい、まあ、あとはその去年のね吉田、杉山、大西っていうところがね、うん、この大学生3人がもっと出てきてくれなきゃ困るなっていうところと、奥川選手がね、はい、ひょっとしたら来年体力もつけて一軍で投げれる姿があるのかなっていうところで、はい、そこの去年取ったピッチャー陣で補うんでね、しっかりで今年の木澤、山野っていうところでね、はい、今年も2人取って補えるし、あと野手に行ったっていう可能性もあるんですけど、うん、そういったところでは去年と今年の両方セットに考えると、うん、まあいいかなと思うんですね、うん、今年だけで見るとちょっとピッチャー少ないなって思うんですよ、はい、やっぱ防御率4点台なのに、でも去年から見てると去年上位上から4人ピッチャーだったし、うん、で今年も上位上から2人ピッチャー、はい、2年連続で上から6人ピッチャー取ってる、うん、じゃあいっかってなるんですね、そうですね、去年含めると結構いるぞってなりますもんね、これどこもやってないでしょ、そうですね、今年だけしか見てないんですよ、去年も含めて考えるっていうところ、ただ今年2人もまあ分かるんだなるじゃないですか、うんうん、これ新しいね、はい、今新聞2つ並んでいいですか、はい、来年3つ並ぶすからねそっか、その一昨年の高校生がどうなってるのかとか、うん、大学生が沈みがちなのか、はい、っていうところで、うん、2年越しにやり直しっていうドラフトもあるんで、はい、やっぱね、去年のドラフトをセットで見て評価しないと、うん、今年だけで見て、いい悪い、うん、それ浅いですね、まあ、なかなか分かりにくいですね、そうですね、うんうん、そういった意味でも、去年と今年をタスとヤクルトはいいドラフト、うん、戦略だったなと思うんで、はい、非常にバランスの取れた、だからまあこの木澤山野選手のね活躍っていうところが非常にね、まあ、ヤクルトのねウエイトを占めてるのと、はい、昨年取ったその、まあ、吉田選手は今1軍で投げてるんで、うん、杉山、大西、そして奥川っていう投手が1軍に活躍できるのかと、はい、あとは木澤山野投手が底上げできるのか、うん、この本山選手取った理由は内山選手はキャッチャーなのか、はい、内野なのか、はい、っていうところを気にしながら、あと、うん、カテカル選手の長身から投げ下ろすパワー、はい、17歳で成長どこまでするのかが興味深いっていうね、まだ背伸びますかね、ひょっとしたら伸びる、17歳か、2メートルかもかですね、はい、うわ楽しみ、だからヤクルトも、ね、楽しみなね、はい、存在感がある、まあ、2年含めて見ると、うん、いい形のドラフトだったんじゃないのかなと思います、はい、わかり
りました。終わり。終わりです。はい。